エカチェリーナ2世、1729年4月21日、5月2日から1796年11月6日、11月17日は、ロマノフ朝第8代ロシア皇帝、7月9日から1796年11月6日、11月17日。夫は、ピョートル3世並びに、グリゴリー・ポチョムキン、子は、パーベル1世ほか、プロイセンのフリードリヒ2世やオーストリアのヨーゼフ2世と、共に啓蒙専制君主の代表とされる。ロシア帝国の領土を、ポーランドやウクライナに拡大し、大帝と称される。帝政時代にロシア帝国国立銀行が発行していた100ルーブル紙幣の肖像に描かれていたほか、ゾイドニエストル共和国の国立銀行が発行する500ゾイドニエストルルーブルにも描かれていた。近年はエカチェリーナの表記が普及してきた。また、ドイツ語や英語由来のカタリーナ、カザリン、キャサリンなどの表記も散見する。幼少期を過ごしたツェルプスト城1742年頃1729年4月21日、5月2日、北、ドイツポンベルンのシュテッティンで神聖ローマ、帝国領邦君主アンハルト・ツェルプスト公、クリスティアン・アウグストの娘として生まれ、ルター派の洗礼を受け、ゾフィー・アウグスタ・フレデリーケと名付けられた。母のヨハンナ・エリーザベトは、デンマーク王家、オルデンブルク家の分家でやはり北ドイツの商法領主であるホルシュタインゴットルプ家出身であったが、次兄、アドルフ・フレドリクは、後にスウェーデンの王位を継承した。弟が二人で、上の弟は12歳で死亡、下の弟、フリードリヒ・アウグストは後にアンハルト・ツェルプスト公領を継ぐ。ゾフィーは2歳の時から、フランス人ユグノーの家庭教師に育てられ、特に2番目の家庭教師バベ・カルデル城にはロシアへ行くまで教えを受けた。その結果、フランス語に堪能で合理的な精神を持った少女に育つ。乗馬も達者だったが、音楽は苦手。それほどの美貌ではなかったが、生来の優れた頭脳を活かし、知性や教養を磨いて、魅力的で美しい女性となる努力を重ねた。本来家柄的にはとても大国の公妃候補に上がる。身分ではなかったが、母、ヨハンナの創生した長兄カール・アウグストが、ロシア女帝、エリザベータ・ペトロブナの若かりし、頃の婚約者であった縁もあり、ゾフィーは14歳で、ロシア皇太子妃候補となる。1756年、皇太子夫妻と呼称1744年、サンクトペテルブルクに到着。ブトーランゲに、正教を、プスコフ主教を、シモン・トドールスキーに、ロシア語を、初めてロシア語を体系化したワーシリー・アダドゥーロフに習う。ロシア語の勉強に熱中したあまり高熱を発して倒れてしまい、エリザベータ女帝やロシア国民の心を動かしたという逸話もある。同年、ロシア正教に改宗し、エカチェリーナ・アレクセイブナと改名した。偶然にもエカチェリーナ一世と同じ名を持つことになった。翌日、エリザベータの甥で、母方のまたいとこにもあたる皇太子のホルシュタイン公、ピョートル・フヨードロビッチと婚約、翌1745年に結婚し、大公妃の称号を帯びた。二人とも、ドイツ育ちのため、ピョートルにとってはとりあえず、ドイツ語で存分に会話できる相手ではあったらしい。ロシア文化には不慣れであったが、エカチェリーナがロシア語を習得し、ロシア正教にも改宗し、ロシアの貴族や国民に支持される努力を惜しまなかったのに対し、ピョートルはドイツ風にこだわり続け、ドイツ式の兵隊遊びに熱中し、周囲の反感を買い続けた。ピョートルに唯一かなりの才能があったと思われる趣味は音楽だったが、こればかりはエカチェリーナの方に才能がなかった。不仲により、結婚後も長期間夫婦の関係はなかった。エカチェリーナは、セルゲイ・サルトゥイコフ伯爵らの男性と半ば公然と関係を持つようになっていた。エリザベータ女帝や周囲が世継ぎ確保の大義名分で黙認したとも、むしろ積極的に進めたとも言われる。ピョートルの方も大宰相、ミハイル・ボロンツォフの姪エリザベータ・ボロンツォバを寵愛するようになり、夫婦の関係は完全に破綻する。日付はすべてロシア暦。内の日付は、グレゴリオ暦。クーデターを指揮する馬上のエカチェリーナ戴冠式でのエカチェリーナ2世エカチェリーナが作らせた皇帝冠1761年12月25日、1762年1月5日にエリザベータ女帝が死去すると、夫ピョートルは皇帝に即位、エカチェリーナも皇后となった。ピョートル3世はプロイセン王フリードリヒ2世の信奉者で、皇太子時代からエリザベータやロシア貴族と対立していた。7年戦争ではロシア軍がプロイセン領内に侵攻してフリードリヒ2世を追い詰めていたにもかかわらず、ピョートル3世が即位後にいきなりプロイセンと講和条約を結んだことはロシア軍からの不評を買った。また、皇后エカチェリーナを廃止、長期エリザベータ・ボロンツォヴァを皇后に据えようとして、彼女の一族であるボロンツォフ一門を徴用した上、ルター派の信者だったピョートルは、ロシア正教会にも弾圧を加えた。軍やロシア正教会によるピョートル3世への怨嗟の声は高まり、エカチェリーナ待望論が巻き起こるが、愛人関係にあったグリゴリー・オルロフとの子供、アレクセイを妊娠中だったエカチェリーナはすぐには動きが取れなかった。エカチェリーナは4月11日、4月22日に極秘出産を済ませ、6月28日、7月9日に、近衛軍やロシア正教会の支持を得て、クーデターを敢行した。この時、エカチェリーナは、ロシア軍伝統の緑色の軍服の男装で、自ら馬上で指揮を取ったと伝えられ、その凛々しい姿の肖像画が残されている。オルロフ兄弟やエカテリーナ・ダーシコワ夫人らの尽力で、近衛連隊をはじめとする在ペテルブルクの主要な軍隊や、反ピョートル3世派の貴族はことごとく、エカチェリーナ側につき、ピョートル3世側についた重臣たちもその多くが、おとがめなしで帰参を許されたこともあり、クーデターはほぼ無血で成功した。在位6ヶ月のピョートル3世は、廃位、幽閉され、間もなく、監視役のアレクセイ・オルロフに暗殺されたという。公式には、前帝ピョートル3世は、持病の痔が悪化して急逝、エカチェリーナ2世はこれを深く悼むと発表され、エカチェリーナ2世は、自身の関与を否定したが、真相は不明である。エカチェリーナ2世が政務を取ることでは一致したものの、ロマノフ家の血統でないエカチェリーナの女帝即位には、疑問の声もあり、シシパーベルを即位させてエカチェリーナは摂政にという案もあったが、結局はエカチェリーナ自身が正式に女帝として即位することとなり、1762年9月22日、10月3日にモスクワクレムリンのウスペンスキー大聖堂で戴冠式を行った。1780年代、玉座の女帝エカチェリーナ2世のモノグラムエカチェリーナ2世は、当時ヨーロッパで流行していた。啓蒙思想の崇拝者で、啓蒙君主を自認していた。そのため、ヴォルテール、ディドロなどとも文通を行い、自由経済の促進、宗教的寛容、教育、医療施設の建設、出版文芸の振興といった、啓蒙思想に基づいた近代化書制作に着手した。その集大成とも言えるのが、各身分の代表が集結して1766年に開催された、新法典編纂委員会に提案された訓令であった。モンテスキューの法の精神やベッカリーヤの犯罪と刑罰など西欧の啓蒙思想を盛り込んだ上に急進的な内容を含んでいた訓令だが、当時のロシア社会は未成熟な状態であり、特筆すべき成果を上げることはなかった。また、新法典編纂委員会もオスマン帝国との戦争が始まったために、無期限休会となり、そのまま再開されないままに終わったため、訓令の採択や発行も、沙汰闇となった。ロシア帝室の血を引かないどころか、生粋のロシア人ですらないエカチェリーナは、貴族の支持を必要とし、貴族が反対する大規模な改革は、不可能であった。宮廷の実情やクーデターの経緯を知る由もない、一般庶民には、ピョートル3世は、待望久しい成人男子の皇帝であり、様々な改革をもたらした救世主であったので、その非業の最後に対する同情と、皇位簒奪者の女帝に対する反感もあり、その死の直後からピョートル3世の戦勝者が何人も現れた。1773年に発生した、ヴォルガ川流域でのドンコサック、農民、工場労働者、炭鉱夫、少数民族による大規模な反乱であるプガチョフの乱はその最大のものであったが、1775年には自圧される。また、エカチェリーナ2世の戴冠から2年後、かつての皇帝でエリザベータ女帝に幽閉されていたイヴァン6世を救出しようとする試みがあったが、失敗してイヴァン6世は看守に殺害された。対外政策では、オスマン帝国との2度にわたる露土戦争に勝利して、ウクライナの大部分やクリミア半国を併合し、バルカン半島進出の基礎を築いた。第一次、第二次、第三次のポーランド分割を主導し、ポーランド・リトアニアを地図上から消滅させた。かつての愛人でポーランドの最後の国王となった啓蒙思想主義者のスタニスワフ・ポニャトフスキが即位直後からポーランドを近代民主主義国家にする大改革を断行し、1791年にヨーロッパ初の近代民主憲法を制定したことが原因となった。というのもこの憲法はカトリックの原則の事実上の絶対化により、正教徒の弾圧を正当化したためである。豪放来楽で派手好みのエカチェリーナ2世は、積極的な外交政策を推進した一方で、対外的には、啓蒙先制君主と見られることを好み、紛争における仲裁者の役割をしばしば務めようとした。これはそのままロシアの国際的影響力を高めるということでもあった。1780年にはアメリカの独立戦争に際しては中立国としてアメリカへの輸出を推進しヨーロッパ諸国に働きかけて武装中立同盟を結束させた。第一次ロシア・スウェーデン戦争でロシア艦隊はフィンランド湾でスウェーデン海軍に敗北こそしたもののイギリスとプロイセンの仲介により講和しロシアの国体には何の影響も及ぼさなかった。1789年のフランス革命には脅威を感じ、晩年には国内を引き締め、自由主義を弾圧した。フランス革命にも関心を示し、1791年のバレンヌ事件後にスウェーデン国王グスタフ3世の提唱した反革命十字軍の誘いにも前向きであったが、結成は難航し、露土戦争の優先や1792年のグスタフ3世暗殺などで結成は実現化せず、第一次対仏外同盟にも参加しなかったことで、エカチェリーナ2世の治世下では、フランス革命戦争への介入は行われなかった。また、1791年7月当時、神聖ローマ皇帝レオポルト2世のブルボン王家の援助を呼びかけた会場が、ヨーロッパの君主国に行き渡っており、グスタフ3世の件もあって、エカチェリーナ2世自身は反革命に協力的だったが、ちょうど卒中を起こしていて動けなかった。こうしたことから、フランス革命に対する関心は、個人的には高かったと言えるが、当時はロシアと利害の衝突する国の多くがロシアに脅威を感じていたことから、革命に積極的に関与する必要性はロシア国家としては時期的に見出せなかったと言える。1794年、晩年の女帝、エカチェリーナの人生と治世は成功に満ちていたが、晩年には孫をめぐる2つの失敗があった。親戚のスウェーデン王、グスタフ・アドルフが1796年9月に訪れた時、エカチェリーナは孫のアレクサンドラを彼と結婚させて、スウェーデン王妃にしようとした。9月11日に舞踏会が開かれ、そこで2人の婚約が発表されるはずであった。スウェーデン王はアレクサンドラに惹かれていたが、アレクサンドラがロシア正教会からルーテル教会に改宗しないことを見通し、舞踏会に出席せずにストックホルムに去った。エカチェリーナは衝撃を受け、健康状態は悪化した。後に回復して、お気に入りの孫アレクサンドルが息子、パーベルを飛ばして戴冠するための式典を計画し始めた。だが、式典の前、舞踏会から2ヶ月後に、女帝は脳梗塞で崩御することになった。サンクトペテルブルクのシュザシュトペトル・パウエル大聖堂に埋葬されたエカチェリーナ2世の棺。隣はピョートル3世の棺1796年11月5日、11月16日の朝、エカチェリーナは早く目が覚めてコーヒーを飲み、いつもの書類仕事を始めた。メイドがよく眠れたかと尋ねると、長い間よく眠ってはいないと答えた。9時過ぎに化粧室に行き、トイレで発作を起こして倒れた。戻らないことを心配したメイドが覗き込むと、エカチェリーナは床に倒れ、顔は紫色で、脈は弱く、呼吸も浅かった。召使いたちは、ベッドルームに運び、45分後にGが来て、脳梗塞であると診断した。あらゆる努力にもかかわらず、昏睡から覚めることはなく、臨終の儀式を受けてその夜9時45分頃に、崩御した。翌日に解剖を受け、死因が確認された。エカチェリーナの遺言には、詳細な指示が記されていた。遺体には、白いドレスを着せ、洗礼名を彫った黄金の王冠を頭に乗せること。喪服を着るのは6ヶ月を超えないこと。短い方が望ましい。遺言に従って遺体は白い絹織物のドレスを着せられ、黄金の冠を乗せられた。棺は黄金の織物で覆われ、アントニオ・リナルディが設計、装飾した告別室に置かれた。肖像画家、ビジェル・ブラによれば、棺は6週間安置され、昼も夜も明かりが絶えなかった。女帝は、ロシアのすべての町の紋章によって取り囲まれたベッドに寝かされていた。顔は覆われず、その手はベッドに置かれていた。すべての婦人たちは順に遺体を訪れ、その手にキスをしたという。その後、遺体はサンクトペテルブルクのシュザシュトペトルパウエル大聖堂に埋葬された。後継の玉座には長らく確執のあった息子パーベル、ペトロビチ大公がつき、パーベル一世となった。1910年発行の100ルーブル紙幣2004年発行の500ゾイ、ドニエストルルーブル紙幣ロシアの文化、教育の整備にも力を注ぎ、英米の誉れ高い女性側近、ダーシュコワ夫人をアカデミー長官に据え、ロシア語辞典の編纂事業に着手、後世のロシア文学発展の基盤を作る。ボリショイ劇場やリキューエルミタージュ宮殿の建設にも熱心であった。また、女子貴族のための学校、スモーリヌイ女学院を設立し、ヨーロッパ諸国の宮廷、社交界に送り込む貴婦人の養成にも力を入れた。エカチェリーナ2世自身も文筆に優れ、回想録、書簡、童話、戯曲などの文芸作品を残している。その一方、晩年になって革命勢力への警戒心から民間の文化活動を監視するようになる。その一例として、ロシア初の風刺雑誌を刊行し、啓蒙主義者として数えられるニコライ・ノビコフを1792年に逮捕させ、1796年までペトロパブロフスク、要塞に投獄したことが挙げられる。私生活の面では、生涯に約10人の公認の愛人を持ち、数百とも言われる愛人を抱え、夜ごとに人を変えて、寝室を共にしたとする伝説もある。孫のニコライ一世には、玉座の上の娼婦とまで酷評される始末であった。1774年頃、エカチェリーナは10歳年下のポチョムキンと結ばれる。家庭には恵まれなかった、エカチェリーナの生涯唯一の真実の夫というべき、男性で、私生活のみならず、政治家、軍人としても、女帝の不可欠のパートナーとなった。二人は秘密裏に結婚し、エカチェリーナが46歳の時に二人の間には、次娘エリザベータ・ポチョムキナが生まれた。ポチョムキナは、後にイヴァンからゲオルギ将軍と結婚し、その末裔は、現在も実在している。などの説がある。二人に男女の関係がなくなった後も、妻と夫であり続け、エカチェリーナの男性の趣味を知り尽くしたポチョムキンが、えりすぐった愛人を、女帝の警棒に送り込んでいたという。互いの信頼関係は長く続いたが、1791年、ポチョムキンは認知に向かう途中で倒れ、女帝に先立って病没した。晩年のポチョムキンは、女帝から遠ざけられ、失意のうちに死去したとされるが、女帝は、夫の訃報に、これからは一人でこのロシアを治めなければならないのか、と深く嘆き悲しんだという。ポチョムキン以降に女帝が関係を持った長身のほとんどは公的な影響力を持たなかった。例外としてアレクサンドル・ランスコイは美貌だけでなくそれなりの能力もあって女帝を補佐し、しかも国家や宮廷の問題には関与せず女帝の寵愛も深かったが1784年に26歳の若さで急逝した。また、エカチェリーナ最晩年の長身だったプラトン・ズーボフは、ポチョムキンの立場をも脅かすほどの影響力を持ち、ポチョムキンの死後は、老齢の女帝の寵愛を良いことに、かなりの権力を持ったようだが、養子以外に大した能力はなく、女帝の死と共に失脚した。主な愛人たちエカチェリーナ諸世の子供たち1783年、伊勢白子の船頭である、大黒屋光太夫は、江戸への航海途中に漂流し、アリューシャン列島のアムチトカ島に漂着。その後ロシア人に助けられ、シベリアの首府イルクーツクに滞在した。ここで学者のキリル・ラックスマンの援助で、帰国請願のためサンクトペテルブルクに向かい、1791年、エカチェリーナ2世に拝謁して、帰国の儀を聞き届けられている。キリルの次男アダム・ラックスマンが、江戸幕府の統治下で鎖国状態を続けてきた日本に対して大黒屋光太夫及び小市、磯吉の3名を返還すると同時にシベリア総督の通商要望の親書を手渡すために県非使節として日本に派遣され1792年光太夫らは根室に帰着した。1803年にはアレクサンドル一世に蔦雄ら若宮丸乗組員10名の日本人が拝謁したが、その際の通訳を新蔵が行っている。は、共にシュレースビヒホルシュタインゴットルプ公フレゼリク三世の子は、デンマーク王フレゼリク三世の子で、兄は、デンマーク王クリスチャン五世、妹は、スウェーデン王妃ウルリカ・エレオノーラ。ありがとうございます。